山本太郎さんはスクール水着だったっていうことだったんですか？あ、彼はね、あのメロリン級だったのかな。ですよね。ダンス甲子園出身ですもんね、山本太郎さん。彼はね、一番人気ありましたよ。ですよね。ダンス甲子園の時に。僕らが、あの、メロリン級に、あの、じゃあまた練習頼むよって言ったら、すいません、あと2回でやめさせていただけませんか。あ、そうなんですか。そうだ。もう困りましたよ。一番人気でね、番組盛り上がってんだから、付き合ってくれよって言ったら、いや、ちょっと、次があるんですって。彼は、もう、元気が出るテレビを、当時ね、素人なのに、もうここは卒業する。次のステージに自分は行くんだ。って言って彼は、次のステージで、役者だったんですよ。役者、あとはね、ワイドショーの進行役もやってたんですよ。あ、そんなのやってたんですね。そうなんですよ。その時に、家でテレビして、つまんねえことやってんなと思ったわけ。なんか楽しい顔してうなずいてるから、はいはいはい、つまんねえことやってんなと思ったら、彼はそれからここも自分の居場所じゃないなってことを気づいて政治家になったんですよね。あのメロリン級をやってた人が令和の国政政党の党首になって、うん、ある程度国政に影響を与えるって誰も思ってなかったですよね。いやーすごいよね。友がいいのか、あ、悪いのかよくわかんないですよ。山本太郎さん行動力がすごいのかな、うん、まあ武骨だよね。だから逆に多分、ああいう人って、家の隣に引っ越してきてほしくないじゃないですか。まあまあ、いろいろね。いろいろ、めんどくさそうでしょ。めんどくさいですね。なんか行動力あるし、いろいろなんか絡んできそうでしょ。そういう人の方が、テレビとか、もしかしたらひろゆきさんだってそうだよ。ひろゆきさんが家の隣に引っ越してきたら、これ厄介な男が来たなと思うじゃないですか。そうですね、確かに。はい。ね、だから、意外とデヴィ夫人なんか特にそうでしょ。友人が隣に住んでるのは確かに嫌ですね。こうやったら厄介でしょ。厄介だと思われるぐらいの人の方がもしかしたら政治家としては面白いかもしれないね。確かに行動力があると厄介は一緒ですからね。